セルジュア・レクサンドル・スタビスキー・スタビスキー事件は1933年末にフランスで発生した帰国事件である。時の政権をも揺るがす一大スキャンダルに発展するとともに左右両翼の対立が激化する大きな原因となった。ウクライナ系府出身のユダヤ人セルジュア・レクサンドル・スタビスキーは1931年に バイオンヌ市立信用金庫を自ら設立。同信用金庫を使って5億フランを超えるとも言われる巨額の再建を発行した。カミーユ商アルベール・ダリミエ1933年12月末、スペイン国境付近の小都市バイオンヌの市立信用金庫が倒産した。巨額の再建の担保として供された宝石類は、盗品あるいは模造品であったことが発覚。 さらに、詐欺行為に多くの要人が関係していたこと、スタビスキーに対し長期間の保釈が許可されていることが報じられるに及んで事件は重大化した。当初は新聞も大きく取り上げてはいなかったが、ほどなくして同信用金庫を舞台とする詐欺の疑惑が浮上したことから世論は一挙に沸騰した。1934年1月3日、求心者会党の第2次。 カミリー・ユショータン内閣の植民省、アルベール・ダリミエが、労働省であった当時、召喚不能なこの交際を公然と推奨していた、事実が暴露され、ダリミエは1月8日に辞任した。また、ショータンの親族が事件に関与していたことも露見し、内閣は激しい批判にさらされた。スタビスキーは、事件が発覚すると、警視総監、ジャン・シアップの旅行免除を用意して、 パリを脱出。警察による捜索の結果、1月8日、スイス国境のシャモニーにある別荘にて、頭に銃弾を受けて倒れているのを発見され、病院に搬送されたが2時間後に死亡した。警察当局は、警官隊に包囲され逃げられないと悟ったスタビスキーが、自ら命を絶ったと発表した。しかし、大半の新聞は、この発表の信憑性を疑い、 真相発覚を恐れた、政界上層部が警察を使っていった口封じである、との見方を示した。ことに国粋主義団体の機関紙は、こうした、球団の急戦法であった。政治の腐敗に対する世論の反発を勢力拡大の、好期と見たアクションフランセーズやクロアド風などの、国粋主義団体は、左派、 右派を問わず数多くの政治家が事件に関与していたにもかかわらず、左派勢力を激しく指導する先導を行い、1月27日にショータン内閣を総辞職に追い込んだ。エドワール・ダラディエ1月30日、ショータンの公認としてエドワール・ダラディエを主犯とする内閣が成立した。新首相に就任したダラディエは2月3日。 左派勢力から真相の隠蔽を図っているのではないかとの疑念を持たれていた警視総監シアップを解任し、当時フランスの保護領であったモロッコへ左遷した。しかし、この措置は右派閣僚の反発を招き、内閣は機能不全に陥った。国粋主義団体もダラディエを追求し、2月6日の晩、大衆を巻き込んだ大規模な反政府デモを起こした。この日は、 ダラディエ内閣の信任投票が行われることになっていたが、上述のアクションフランセーズ、クロアドフーをはじめ、フランス連帯団フランシスム、愛国青年同盟などの有力団体は、国会周辺に集まり怖高に政府批判を展開。その一部は議場にまでなだれ込み、大混乱を起こした。この暴動で16名の死者と2304名の負傷者を出したため、 ダラディエ内閣は議会からの信任を得たにもかかわらず、責任を取って2月7日に総辞職した。ガストン・ドゥメルグ2月9日、前大統領ガストン・ドゥメルグが5人もの首相経験者を閣僚に迎えた、挙国一致に近い体制の新内閣を組織して、事態の収拾を図った。しかし、同内閣は右派寄りの人用であったため、今度は左派勢力が反政府運動を展開した。 共産党は、ドゥメルグの組閣当日に、パリで内閣に反対する一大事運動を行い、これを阻止しようとした、警官隊と激しく衝突。流血の惨事を引き起こした。2月12日には、社会党や共産党、労働総同名らの主導により、約450万人の労働者が24時間の全国的ゼネストを決行。また3月5日には、 反ファシズム知識人監視委員会が結成されるなど、左派勢力の巻き返しが図られた。これを契機に共産党と社会党は接近し、後の人民戦線の成立につながった。この事件の捜査を指揮したピエール・ボニー警部は一連の捜査で名声を高めたものの、不正が発覚したことから1937年に免職。その後ナチスドイツ占領下で、 フランス人アウトローのアンリ・シャンベルラに雇われ、ゲシタボやドイツ軍に協力。連合国軍による解放後に逮捕、処刑された。映画監督、アラン・レネはこの事件をモデルにして、バラのスタビスキーを制作した。また、作家、ヒサオ・ジューランは、小説、十字街にて、ふとしたことから、スタビスキー事件に関わる秘密を知ってしまったために、殺し屋に付け狙われるようになった。 日本人男女を冷徹な筆致で描いた。フィクションながらパリ滞在の経験と同事件に対する彼の関心の深さが作品にリアリティを与えている。ありがとうございます。